中国が初めて作った自国建造ゾラ母さんトンですが、現在何やら不穏な動きをしています。今回はこの3トンもう詳しく見ていきますね。何やら動いていないみたいです。2021年4月、アメリカは航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行う姿勢を見せた。対する中国は航空母艦遼寧を中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に投入するなど、日本側でもその動向を海上自衛隊の艦艇、航空機らがつぶさに追跡していることが報じられてきた。さらに中国は国際初となる航空母艦3トンを南シナ海での軍事演習に送り出しており、同海域における中国の並々ならぬ強気な姿勢を示すものだとして、周辺国の注意が向けられていたといえる。現在中国海軍が就役させている航空母艦はこの遼寧と3トンの2隻のみであり、対外的には中国海軍の力の象徴的な存在としてアメリカに負けない空母打撃群の保有を目指したものだ。遼寧の大元は旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦ワリャーグを中国がスクラップ目的で入手したものである。あくまで軍事目的ではなく、テーマパーク等の商業利用を名目とする口実で、中国は1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦として就役させ、中国軍初の航空母艦となった経緯を持つ。遼寧は基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル。全幅78メートルの航空母艦としては、中型の船体に、およそ60機ほどの航空機を搭載することが可能とみられている。排水量や全長等の規模から見れば、60機の搭載機数は少なくはないが、そのうち、戦闘機は J15 を最大24機前後の搭載に止まるとみられており、航空戦力としての打撃力は限定的である。この艦載機である J15 は、母艦と同様にウクライナを通して入手した。ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を用いて、中国軍が航空母艦用に開発した。戦闘機と見られており、2013年から運用されている。ただし、遼寧自体が船首部にスキージャンプ式の発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機の発艦には燃料、兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力には疑問が残る。3トンは、遼寧を完成させたノウハウと技術を持って、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦であるが、発艦方式にスキージャンプ式を採用している点などは踏襲されている。3トンは推定値だが、基準排水量5万5000トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルと、遼寧より大型化が進められており、J15 戦闘機も 1.5 倍ほどの36機の搭載が可能なようだ。
この3トンの規模感はアメリカ軍の大型の原子力航空母艦を除けばすでに世界最大の域に達しており、2019年12月の就役以来、中国海軍の異様を知らしめる艦艇として大いに政治的にも利用されている。中国海軍ではこの3トンに続く航空母艦の建造にすでに着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からはついにスキージャンプ式を廃し、電磁式カタパルトを装備するものとみられている。加えて003型航空母艦の動力源にはアメリカ海軍と同様の原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカ軍の大型原子力航空母艦に被験し得るとの見方もある。ただしここで問題となるのは、カタパルト射出に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だと指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきたアメリカ海軍にすぐに対抗する戦力とはならないだろう。しかしすでにカタパルト射出に対応したステルス艦上戦闘機の開発も中国は同時並行で行っているとみられ、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近ではあるようだ。この2021年5月にアメリカ側が公開した情によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスティン艦長の姿が写真に収められており、物議と憶測を醸している。というのも、2021年4月には衛星写真によって三亜の基地から出港した3トンが丸1日以上同様の海域に停泊していたことが指摘されていたためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたようだ。こうした状況からは、遼寧や3トンが空母打撃群としての行動が困難な状況にある。例えば補給艦や随伴艦艇との艦隊行動が困難な状況にあるのではないかと見られる原因ともなっている。特に遼寧の写真からは、敵であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスティンを至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛の艦隊が機能していないのではないかとすら揶揄されている。こうした海外からの批判を受けた中国国防省は、当初強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され、遼寧等の能力について責任追及が行われているとも言われ、大事に発展する可能性も浮上している。